クイーンシー・ポーター、チェンバロ競争曲やビオラ競争曲をはじめとする複数の競争曲、二つの公共曲、弦楽オーケストラのためのウクライナ組曲がある。無伴奏ビオラのための組曲は、今井信子などのビオラ奏者に重視されている。ブロッホに支持するまでは、ニューイングランドの作曲家に影響力のあったブラームスの影響を受けていたが、それ以降は、 トゲトゲしいリズムと不協和音程の対応、対法の活用が目立つ作風に転じ、典型的な新古典主義様式で作曲を続けた。ありがとうございます。